今日紹介する作家は宮沢賢治。著者の生前に刊行された唯一の童話集の表題作です。宮沢賢治、注文の多い料理店。狩りの途中で猟犬や案内人とはぐれ、道に迷った二人の紳士の前に、西洋料理店山猫軒と書かれた一軒のレストランが現れます。その店は扉を開けるたびに服を脱げ、体にクリームを塗れ、香水を振りかけろと様々な注文をつけてくる、かなり変わった店でした。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさん、よく揉み込んでください。なるほど、立派な青い里の塩壺は置いてありましたが、今度という今度は二人ともぎょっとして、お互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。どうもおかしいぜ。僕もおかしいと思う。たくさんの注文というのは、向こうがこっちへ注文してるんだよ。だからさ、西洋料理店というのは、僕の考えるところでは、西洋料理を来た人に食べさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして食べてやるうちと、こういうことなんだ。これは、その、つまり、僕らが、ガタ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 震え出して、もう物が言えませんでした。おい、お客さん方、早くいらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。お皿も洗ってありますし、ナッパももうよく塩で揉んでおきました。あとはあなた方とナッパをうまく取り合わせて、真っ白なお皿に乗せるだけです。早くいらっしゃい。二人はあんまり心を痛めたために、顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになり、お互いにその顔を見合わせ、ブルブル震え、声もなく泣きました。その時後ろからいきなり、ワン、ワン、グワッという声がして、あの白熊のような犬が2匹、戸を突き破って部屋の中に飛び込んできました。部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて、草の中に立っていました。そこで二人は、やっと安心しました。あんまり着ないんで、すごい嬉しいなと思って。普段はでもいろんな格好するかな、でも短パンが最近多いかな。これは何ですか？なんでだろう、なんか今ハマってるんです、短パンに。